レオポルト・アウエンブルカー、レオポルト・アウエンブルカーは、オーストリアの医師である。多心法の考案者として知られる。グラアーツの宿屋の息子に生まれた。ウィーンの医学校で学び、22歳でウィーンの病院の医師となった。当時の医学校では、積極的に死体解剖を行い、生前の診察で触れた主流の大きさや、腹水の量と病巣の位置と大きさを確認したが、 胸部の病は胸壁があるため、生前の診察で確認することができなかった。実家の宿屋で、父親がワインソンの残りをタルを叩いて確認している様子を見て、打診法のヒントを得た。アウエンブルカーは、主に結核患者の胸を指で叩いて、その反響音で胸口内の浸出液や血液の溜まり具合や肺の空洞の大きさの関係を乱すために、 反響音と解剖所見とを対応させて分類した。この研究の結果を1761年人体胸部口座による内部潜在疾患検出のための新発見という論文にまとめた。この論文は当時はあまり注目を集めなかったが、1808年にナポレオンの次長でフランスの有名な医師ジャンニコラ・コルビサールに見出され、ドイツ語からフランス語に翻訳され有名になった。 コルビサールは心臓病の診断に最も有用な方法として打診法を紹介し、これを契機に打診法は世界中に広まっていくこととなった。さらに、チェコの医師、ヨセフ・シュコダによっても紹介された。新郎液貯流のアウェンブルカー長考にも名前が残されている。アウェンブルカーは、アントニオ・サリエリのドイツ語オペラ、煙突掃除人のリブレットを書いている。また、 娘のマリアンネとカテリーナ・フランチィスカはサリエリに学んだピアニストとして知られ、フランツ・ヨゼフ・ハイドンは1780年に出版されたピアノ・ソナタ作品30をアウエン・ブルカー姉妹に検定している。ABCDE 漫画医学の歴史茨城補聴医学、書院発行は i s b n 九百七十八から四から260005739以外の物語、青木国を 名古屋大学出版会1990年ありがとうございます。